あらら、確か私、シンデレラのようなエンディングを迎えようとしてたはずじゃ。昨夜全然眠れなくて、コンディション悲惨な上、朝からしゃっくりが止まらない。持田さん、え、この伝票、今日中に全部処理お願いしますね。今日中一人で？私たち他の仕事があるんで。前よりもみんなあからさまな嫌がらせをしてくるようになってません？あの、持田さん、私手伝いますね。いいの？ありがとう。入社した頃お世話になったので。おはよう、持田さん。え、これいつも手伝ってもらってるお礼。高級チョコとバラだと？ですが。しゃっくりも可愛いね。昨日のことは悪い夢だった？ああごめん、手伝ってくれるんだよね？やっぱすみません、別の仕事があったのを思い出したので。え、なんだか前よりも状況が悪くなってきてるんですけど。まさかあの人、私をダマくらかすだけじゃなく、こんな狙いがあったの？夏目めぐるのことを思い出そうとしたけれど、誰？どの卒アルにも載ってないし、リサーチしても何の情報も得られず、私はいつどこで彼に何をやらかした？いやいや、何をやったにしたってこんな仕打ちひどい。なんでこんなところ連れてくんの？ダメ、だってケンジ君と二人きりになりたかったんだもん。こっちこっち、もっと上行こう。あ、キャッ、持田さん。お、えっ、というわけで、私は退散するんでごゆっくりどうぞ。お、落としたぞ何か。また吸い始めたんだ、何年も禁煙してたのに。え、ああ、まあ、どうも。実はいつも陰でこっそり吸ってたけどね。ケンジ君？ちょっと、何その顔。あんたもしや、自分のせいでストレスを感じて吸い始めたとでも思ってる？持田さん、なぜここに？また私をつけてたんですか？あ？とぼけないでください。全部バレてるんですよ。ケンジ君に心配させたくなくて言わなかったけど、最近また持田さんに粘着されてるの。昨日の夜も家にピンポンダッシュしに来たんだよ。はい？ドア開けたら逃げてく持田さんの後ろ姿が一瞬見えて。ケンジ君、私怖い。なんでそんな嘘つくのさ。本当なのか、サナギ？私は何もしてない。けど彼女が見たって言ってるんだぞ。まただ。言葉も気力も希望も全部吸い取っていくあの目。大人のふりをして諦めるのが賢明だって。そうでしょ、この世界には信じてくれる人も味方も一人もいないのだから。もういい。サナギは昨日の夜俺とずっと一緒にいたよ。夏目さん。だから、浅田さんだっけ？君の家には行けないと思うな。あの、私、一瞬だから見間違えたのかも。一つ聞きたいんだけど、サナギを悪者にしなきゃ恋人をつなぎ止められないの？次またサナギに何かしたら、ぶっ潰す。何のつもり？正義のヒーローみたいなことしちゃって、私を苦しめたいんじゃなかった？あんたさ、すぐもういいって言うのやめたら？自分の人生
んな簡単にぶん投げてんじゃねえよ。なんで、ほっといて。いや、この人がそんなこと言うんだよ。なんで、わかんない。止まった？しゃっくり。憎んだり、助けたり、キスしたり、この人がわからない。そんなことを考えながら、なぜか夕日色した金魚が頭に浮かんでた。